研修会には石巻市の課長職以上の職員などおよそ60人が参加しました。講師を務めたのは市の法制企画官で弁護士資格を持つ鏑木優斗さんです。鏑木さんは官製談合防止法の概要や他の自治体で起こった談合の事例を紹介し、当事者意識を持ってほしいと呼びかけました。職員が逮捕されるということは相当重大な事件というふうに認識しております。公平公正をきちっと認識して保ちながら倫理を持って職務に全うするというところが第一でございます。石巻市の公共工事の入札をめぐる官製談合事件では、地元業者の男に入札情報を漏らした疑いで今月10日市下水道建設課の職員2人が逮捕されています。研修会はこの事件を受けて開かれたもので、今後入札業務に携わる一般職員も対象に実施します。